はい、どうも、なおちんでーす。さあ、今日も、妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ついにこのキャラクターたち、揃っちゃったのよ。揃っちゃった。まず、今回の、イベントで入手できる、エルゼ。エルゼはね、まあ、俺の力ではなくって、フレンドの人たちがすっごい頑張ってくれて、入手できました。ありがとう。みんな本当ありがとうね。そして、さっきガチャで引いた、ラストTライン。これで、勝てるんじゃない？勝てるんじゃないの？もしかして。まあ、プニプニ開始して、1ヶ月、経ってないね。確か1月の10日ぐらいから、このアカウントは運用しだしたんで、多分、まだ1ヶ月経ってない。ところで、この、ね、マゼラボルト。なんとか、戦ってみようか。エルゼだけじゃとってもね、勝てなかったのよ。エルゼだけじゃ勝てなかった。これが、ラストTラインを入れることによって、勝てるんじゃないですか？ちなみに、ラストTラインの必殺技レベル、5です。5まで上げた。まあ、行こうか。まあ、とにかく、いっぱい繋げて、フィーバーに入ってしまえば、いけるよね。よし。では、とにかくいけ。エルゼがいるから、ある程度、耐えてくれるのよね。うん。こいつがいると、だいぶ、耐久力が上がるみたいなんで、これで耐久力を上げつつ、他の、奴らの、技レベルじゃない。必殺技を上げていくと、いうことだね。オッケー。よっしゃ、エルゼも来た。オッケーオッケー。結構、いけてるぞ、いけてるぞ。ちょっと待って。あのね、ラストTラインが、一番ダメージを取れるみたいなんで、ここが重要だね。ラストTラインが、かなり重要。オッケー。ちょっと待って。バフができてない！ちょっと待って。あ、オッケーオッケーオッケー、これでいける。オッケー。あ、バフの時も、あれか。反撃くんのか。マジか。オッケー、暗い。よし、オッケー。次。絶望走。ね。ラストTライン、いけ！いけ！あと一回ぐらい必殺技行きたいな。またろうかよ！え、どんぐらい？あ、若干残ってる、若干残ってる。いけ！頼む！あ、行ったよ勝ったぞ。嘘、マジか、勝てた。え、仲間、なるほどね。仲間にはなってないのか。はい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 。まあまあ、ここで何回か戦っていけば仲間になるんだよね。よっしゃ、勝ったぞ。多分、ラストTライの技レベルをもうちょっと上げれば、もっと簡単にいけるかもしんない。あと1、なんとかね、ガチャ回して、上げてみよう。いや、勝った！ちょっとギリギリだったけども、勝ちましたね。うん。まあ、次は、確かここ、60% 以上か。60% 以上きついんじゃないか？まあ、これで勝てるようになるように、なんか意味がわかんないけど、頑張ってみます。はい。やった！ついに、この強敵に勝つことができた。ありがとうございます。はい。ではね、また出していくんで、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。なんて言ってるんだ。ありがとう。